FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。さあ、今日もですね、ギノワン市の、スタジオをですね飛び出しまして、はい、こちらトロピカルビーチから生中継でございます。イエーイ、よろしくお願いします。パーソナリティー私東克明と、はい、今年じゃないです今日、初めましてのアシスタントをします、ミヤチャです。よろしくお願いします。ミヤチャ初登場、イエーイ、よろしくお願いします。ねえ、今日が初めてのアシスタントで、はい、いきなりビーチでの、いきなりビーチ泳ぐのかなって思いました本当にねで、ここ何日もねずっとすごいいい天気であったんですけど、はい、本当ですよね、今日はねちょっと曇ってるね、はい、うん、確かになんかもう梅雨入ってるんですよね。ね、確か入ってますよね。全然雨降らないですね。そうそうそう、入ってるけども珍しいですよね。うん、ね、はい、なんで、まあ、せっかくねこれミヤちゃんね初めて、はい、もらったので、まあ、レギュラーとして初めてだよね、はい、そうです。前ちょっとゲストでね、前ちょっとゲストでお邪魔しました、はい、いや、なんかそこから急に飛び出してここまた豪華な場所でなんかラジオっていいなって思います。ちょっとじゃあ改めて、はい、じゃあミヤちゃんどんな人かってね、はい、自己紹介お願いします。はい、こちら私はですね、南部マンゴーパーティーズっていう、沖縄にあるスカバンドっていうですね、うん、グループのバンドの、キーボードコーラスをやってます、みんなそうですね、メンバーはみんな全員で11人ぐらいいるんですけど、その中の唯一一人女の子っていうね特権があってですねはい、今ライブ活動もちょこちょこやっておりますので、はい、ぜひ南部マンゴーパーティーズインスタで調べてくださいよろしくお願いいたします。ね、本当ミヤちゃんとはね、はい、いろんなご縁があって、そうなんですよ、ご縁ありすぎて100円玉になりそうです。いや本当にご縁玉が集まってよ。そうなんですよ、まあこういう感じでねレギュラーでやっていただくということで、はい、ね、はい、なんですけどもね、まあ今日はね本当はまあミヤちゃんのね話とかも、まあ、はい、リスナーの皆さんもね、うん、たくさん気になってるかなというふうには思うんですけども、はい、まあ、実は今日はねすごいですよ、今日豪華ですよね。豪華ですよ、やばいです、時間が足りない本当に豪華すぎる、もう始まってばっかりですけど、ね、はい、もう早く行きたいなと思うんですけども、そうです、そうです、行きましょう。今日はねもうゲストの方が2組本当豪華、豪華すぎます。お二方もいらっしゃいます。はい、はい、まずご登場いただくのが、はい、こちら、バイパーバイオリン、奏者の大城敦弘さん、はい、はい、がご登場いただいて、今日はね何やら、はい、何やら持ってらっしゃいますよ。おめっちゃすごいですよもう本当にすごいもの持ってますよ。やばいです、興奮状態です私、いろんなお話ね、はい、伺っていくということで聞いていきましょう。さあ、そしてもう一方は、ですね、私の、バンド、昔アーツグロというバンドをしていたんですが、その後輩ちゃんで、ステレオポニーっていうですね、ギターボーカルのアイミがですね、沖縄を飛び出して東京で今活動している後輩ちゃんが今度今から出ますので、この後、はい、アイミさん、ぜひアイミです、よろしくです。登場いたしますよ。はい、もうたっぷり、たっぷりすぎだから、もう早く行きましょう、早く行きましょう、行きましょう、皆さんね、そんなお二方の質問、そしてもちろんね、はい、初登場のミヤちゃんへの質問でも何でも結構でございます、結構でございます。メッセージお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。はい、こちら FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます、パソコンからですねお聞きの方は FM ギノワンのホームページからですねリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリのリスラジでお聞きください。はい、というわけでございまして今日盛りだくさんでね、はい、行ってみたいと思いますので、行ってみたいと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いいたしま す, お願いします。では1曲目、昨日ですねいただいてましたリクエストでございます、はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからのリクエストです。ありがとうございます。ちょっとねアーティストは違うんですけど、まあ、曲は、同じ曲ということでこちらでご了承くださいませ。 はい、お聴きいただきましょう。恋のマイアヒ、懐かしい、
さあツイキャスの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ来てるんですか。もうたくさんね、おいただいてますよ。もう多いいつもの方々と多いすごい愛されてますね。これ昨日リクエストがあった曲なんですか。そう、あでもこれねな完全にカバーだかな。そうなんですか。音鳴ってないもんね。あ今日もくれてるな。あこっちかけたらよかったな。いやとんでもないです。メッセージですか。うん、同じか同じ人かな。ビーチにね合う曲を送っていただいて。いやいいな。のりさんも皆さんありがとうございます。アシスタントの方何されてる方、あバンドのやっております。でそう東さんの妹の友達ね。あそうそうそうめっちゃ学校高校も一緒でした。そうです。もうご縁が本当ありすぎて、ね、はい、そうあの妹さんがピアス作ってるんですけど、そう、それのやり取りもまたお願いしたりして、あのね今日もことづけてことづかれてめっちゃなんかもうお世話になりますねこれからね本当に、はい、じゃあとこちらのコメントをちょっとご紹介させていただいてから、はい、ご紹介いたしますね。サザンブリーズ木曜日トロピカルビーチからお送りしております。イエーイ。新アシスタントミヤちゃんとともによろしくお願いします、ね、放送中でございますよ。はい。さあ、こちらメッセージ今日もですね、はい、たくさんいただいてます。早いですね。ご紹介いただきましょうか。はい。まずエコザエルさん、エコザエルさんありがとうございます。ハロチョロンピー、ハロチョロンピー、ありがとうございます。そしてラッチャンさん、はい、ハイタイと、ハイタイ、ミヤちゃんかわいいってよ。お、横顔は今いけてるかもしれないですね今光がちょうど入ってるいい感じの、あのこのここのおかげですね、はい、ありがとうございます、そして雨男レイニーさん、こんにちは。こんにちは、はい、そして続いてタイゴさん、タイゴさん、ほう、ミヤちゃんの肌の色が白くて、はい、飛んで目しかわからないって。いやいやいや待って私は地黒ですよどっちかっていうと地黒、もうトロピカルビーチの光のおかげですありがとうございます、はい、そしてシュプリームさん、はい、アズマックスミヤちゃんそしてゲストさん、ハイサイで、車の温度見たら、うん、現在東京31度、うわ熱っ、まさかの真夏日です。キャオ、本当に同じぐらいね、暑いもんね。いや東京は涼しそうなイメージですけどね、そして続いてラジオネーム、うん、のりさん、のりさん、ありがとうございます。で今日はお休みなので、ずっと東さんを追っかけてるってねそう、僕朝と昼も別のとこでね番組させていただいてるんですけど、はいはい、全部聞いてくれてる、すげえ愛されてるありがたい、本当にもういいですね、嬉しいな、嬉しい、今日もお願いいたします。そしてラジオネームミヤさん、ミヤさん、はい、こんにちは、こんにちは、同じ名前でややこしくしちゃうんだから、はい、ややこしいわよもうこっちはミヤちゃですね、ちゃです、ちゃでお願いします。ちゃんってついたら振り向かないです、すいません、そうそうそう
そして大塚健二さん、ありがとうございます。大塚健二さん、埼玉からツイキャスで見てますと、こちらは30度、寒いで暑いですか。暑いで、はい、暑いですよ、30度ね、うん、はい。で、そしてマンピキャッピさん、マンピキャッピさん、おーい、こんにちは、って、今日は巻きなんですね、巻きなんですよ、そう、もういっぱいいっぱいだからはい、そしてラジオネームマスオさんもこんちーす、こんちーす、ありがとうございます、ありがとうございます。えい、さあ、そして続いてね、シュプリームさん、はい、あ、そう、これも本当に俺も気になってた、なんで、ね、そうだ、ベイスターズのね、東勝樹投手、僕と一文字違いなんです。え、あ、そうなんですか。僕東勝明、勝樹投手で、個人的にすごい応援してるんですけども、昨日の試合かな、はいはい、完封勝利で、お、いやー、いいですよね。ベイスターズはね、このギノワンがキャンプ地ですから。お、もしかしたら会えるかもしれない。僕会いに、会いましたから。あ、本当ですか、はい、すごい。キャンプの時に行ったんですね、はい、ファンの集いに行って、はい、集いに、もうすぐ東選手のとこ行って、はい、T シャツに後ろサイン書いてくれっつって。おお、すごいその T シャツどうしてるんですか今。飾ってます。おー、あ、これラジオで着てくるわけじゃないんですね。飾、もう飾ってます、サイン入りなんで。なるほど、飾ってますよ、楽しみ、すごいいい思い出ですね、本当に。もう本当ね、東投手も個人的にものすごい応援してます。おー、愛してますね。さあ、そして、はい、メールでもいただいてます。はい、ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、めいちゃんさん、昨日に引き続きありがとうございます。はい、東さんと、そしてそう、もう一人のね、アシスタントのチャンレナじゃなくて、今日はミヤちゃんなんですよすいません、はい、私です。生放送お疲れ様です。仕事、お疲れ様です。今仕事ナウのめいちゃんです。今日もビーチからですよね、ってことでビーチにぴったりな曲、今日も送っていただいてるということでありがとうございます。はい、ね、オープニング進撃のめいちゃんさんのリクエスト かけさせていただいたんですけど、かけるまで僕も知らなくてですね、まさかの 歌がないというあ、この曲ってなりましたね。ちょっとね、また今日いただいた、はい、リクエスト、タイミング見てまたかけさせていただきますので、ありがとうございます。ありがとうございます。では録音してあるので後ほど聞かせていただきますということです。ありがとうございますね。さあ、というところでございましてね、巻き巻きですね、本当にね立て続けにご紹介しましてすいません。いや、行きましょう。ということで今日はですね、はい、お待ちかね、まず一組目のゲストの方でございます。はい、ご紹介しましょう。はい、はい、こちら、バイパーバイオリン奏者でいらっしゃいます大城敦弘さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、ということで登場していただきました。はいいやいや、本当バタバタでね本当バタ、すごい失礼いたしますけど、今日もね、そう、あとね、もう質問だらけです私は。もうミヤちゃんがね、はい、興奮して興奮しちゃってすごいすごいすごいしてましたね。聞きたいことありすぎてね、そう、ラジオの前からずっと質問してました。そう、放送に載せてくれっていうような質問をずっとしてるっていうすいません、ちょっと止められましたね、あずまさんところなんですけども、はい、お越しいただきましたけども、すごいです。まずね、はい、ちょっと伺いたいのが、はい、まあ、ご紹介させていただいたんですけど、バイパーバイオリン、バイパーバイオリン、バイパーバイオリンって何なんですか。普通のバイオリンとまた違うんですか。ですね、アルファベットの Y 字型をしております。はい、でこのバイパーは弦が6本あります。はい、普通のバイオリンは4本なんですけど、はい、低音に2本増えてまして、チェロという楽器の大きな楽器の音程まで、音域まで出る、はい、変わった楽器ですね。まあ、エレクトリックなのでアンプを通して音を鳴らします。この楽器ってずっとあったんですか。まだ新しいと思います。この会社自体が、はい、確かね、90年創業ぐらいでしたかね。28年目ですか。あ、じゃあそうなんですね。はい、そのじゃあ大城さんは、うんうん、もう初めからずっとこのバイパーバイオリンを。最初はね、普通のバイオリンを弾いてたんですよ。さっき聞いたら6歳からですよね、はい、すごいと思って。で、まあ、あのこの楽器ができる前から完成を待ってたんですよ、はい、この。そうなんですか。っていうのは、はい、この楽器を開発した人アメリカの方なんですけど、はい、ファースト CD がすごいかっこよかったんですけど、その頃まだこの楽器なかったんですが、はい、自分の手作りの楽器で演奏してて、ですごいかっこよかったので、その CD も何回も聴いてたんですけど、そのライナーノーツの中に、うん、自分のバイオリンがいつか市場に出るよ、君も弾けるよみたいなことを書いてあったんです。すごい。なのでそれを待ちまして。それ何いくつくらいの時ですか。それね、高校生ぐらいでしたかね。すごい。その何年後に出たんですか。
ね、何年後かはよく分かんないんですよ。それからだいぶ経ってネットで検索して、はいうん、でバイパーっていう名前でどうやら商品化してるらしい。なるほどなるほど。だけど国内での扱いがなかったので、はい、アメリカまでこう英語でメールを書きまして、から個人輸入をしました。すごい。そのまあ、ずっと、まあ、バイオリンをね大城さんやられてたわけじゃないですか、はい、本当は、はいはい、少々の頃そっからこのバイパーバイオリンこれ何が違うと思ったんですか、やこう聞いた時に。まずはあれですね、音域ですね。この、普通のバイオリン、まあ、頑張って4オクターブ、うん、3オクターブから4オクターブなりますね。それでこれは5オクターブ以上なるんですよ。でそうなってくると高い音から低い音までなるので、うん、自分一人で伴奏もできる、ベースも弾ける。すげえ、そんな同時にできるんですか。はい、一人オーケストラができます。すごいですねそれ。あ、バイオリンでですか。はい、すごい。いやもう私さっき形からこれもう絶対エレキギター並みの形をしてたのでバイオリンってこう肩に乗せるじゃないですか。そうですね、乗せないでも弾けるなんか雰囲気をこのもう形から入るとあなんかギターのように弾けそうに見えますね。そうそうそう、弾けるとは思います。確かにそう見えますもん、ね、いやびっくりしました。これで今バイオリンって言われて、私はバイオリンっていうものはあの形しかないと思ってたので、うん、すごいと思って、こんな近くにこれ、しかもさっきちょっと持たせてもらったんですけど、うん、見た目ちょっとやっぱ重そうだなって思ったんですよ、うん、持ったらすごい軽くて、相手に対して優しさがもうこの瞬間から伝わりました楽器の優しさが楽器の優しさがいやすごいなと思いました。シュプリームさんから、質問があるんですけど、はい、この、はい、ピックアップがついてるんですか、はい、っていう。コマの中にピックアップがついてます。で1弦あたり、はい、2個ずつついてるので6本の弦で12個のピックアップが内蔵されてます。でエフェクターも通しますかと。はい、よく使ってるエフェクターはディレイ、それからループペダル使ってます。え、通るんですね。はい、すごい。あのギャインとも用途も出せます。すが、そんなロック調にもなったりするんですね。はい、はー、すごい。いやもう本当この YouTube とかで確認したんですよ、はい、私、うんうん、あすごい、なんかすごい人がいると思ってもう確認した瞬間、流れた瞬間、心がなんかチョコレートみたいに溶けました柔らかいと思って、だからこの楽器を見た瞬間に、え、これであの音が出たんですかっていう興奮な感じが。すごいね。そう、私もなんかすごい楽器ってすごいなって思いました。一気にテンション上がってるもんねすいません、なんかツバ飛んでますね雨男レイニーさんは、ね、はい、先ほど あのきっかけとなったそのライナーノーツを読むの楽しいのに、はい、最近はライナーノーツがないのが増えて悲しい、うん、そうなんですか。そうですね、あの前はいろいろ説明書きがあったんですけど、最近まあ CD が売れない時代っていうのもありますけど、はいはいはい、そうかもしれません。へえ、すごいな、いろいろあるんです。であれなんですよね、宮ちゃんさん、そのなんですか、あの大城さんとまたご縁があるんですよね。なんかそうなんです、あるんですよね。お話ちょっとさせていただいたら、すごいね、私があの入ってる南部マンゴーパーティーズっていうバンドのグループの中にもバイオリンがいるんですよ。おで私がやってる、そ そう私がやってるバンドってスカっていうんちゃ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 っていう音色、うんうん、音をあの扱っているんですけど、基本的には、はい、でそこにバイオリンが入ってくるっていうのはまた難しいらしくて、うん、でもそのメンバーがですね、あのちゃんと乗せてくれるんですよ。その方もまたすごい上手で、でそのバイオリンがいるんですよってお伝えしたら、ああ知ってますよって言われて、はい、やばーと思いましたもう嬉しいって、もう面識があるなんかもうなんか親近感一気に30メートルぐらい縮まりましたねすごい離れてたんですよそうバイオリンはすごい最初はなんかその遠いイメージだったんですよ。あ、なるほどね。そこからギューンってもう高速道路を100キロでぶっ飛ばしてきたようないろいろ例えるな本当にそれぐらい嬉しくて、もう例えが見つからない例えで申し訳ないんですけれどもすごい嬉しかったですいやいいですよね本当に。でもすごいね、つながりがね、やっぱり音楽のね、はい、つながりがすごいです。しかもなんかさっきちょっともうわがままを言ってしまって、うん、あのもしよければ弾いてくれるんですかとか言っちゃったんですよ。なんかもう準備してくれてて本当になんかええー、と思って、本当にいいんですか、はい、よければいや、ありがたいですよ。やばいですよ。もうしかもこれビーチでも聞こえるんですよね、このビーチ、この放送今日、はい、今の放送、今のこのソーサザンブリーズはトロピカルビーチで今流れてますよ。やばい、これね、素敵です。今いや本当ちょうどいいロケーションというか本当にこのね、ナイスタイミング、今あのカンカン照りではないけども、はい、ちょっとね日が落ちてきて、そうそうそう、いや海の雰囲気がね、まあ気持ちいい、風もそよ風ふわっと吹いて、うん、そこにバイオリンですよってなってるんですけども、はい、ね、やばいです。
ちょっとじゃあそんなもう宮ちゃんからの無理やりなお願いですけどもすいませんいいですか、はい、じゃあいいですか、ちょっとちょっとちょっと本当ちょっとだけですよ、うん、もう本当こんな贅沢言っちゃダメですよ、もうそうですよ、だって本当なら、うん、いいですか、今日来ていただいたのはね、そうですよ、今週あるイベントの告知会ですよ、私たちなんかずっと違うこと喋ってました、そ, それなのに関わらず今週あると言ってるにも関わらずすいませんここで披露していただくと本当ですよ、まあ、はい、ここで気に入っていただけましたら、そうですね、5月19日土曜日にソロコンサートさせていただくので、はい、よければぜひいらしてください。一曲ですか、弾いていただいた後にもじゃあ詳しくまた聞きましょう、聞きましょう、させていただきましょうか。もうとろける準備いいですか、皆さん、皆さんご準備お願いいたします。本当にいや、これね、なかなか生でしてもらえるなんてないですよ、なかなかですよ、私なんか今日本当すごいすごいです、今日やばいです、ね、このテンション上がってすいません、ね、トロピカルビーチで、ね、はい、楽しまれてる皆さん、はい、今からねまた一段とムーディーな雰囲気になりますよ、ぜひねちょっとねスピーカーの近くで聞いてくださいよ、はい、ぜひよろしくお願いします。もうねやばいです、バイオリン準備あもう大丈夫ということで、はい、それではお願いいたしましょう。では、どうしましょう、曲紹介から。曲紹介、沖縄の民謡でイニシリ節をお送りします、はい、沖縄の民謡で、イニシリ節を、弾いていただくということでございます。それではよろしくお願いします、どうぞ。いやすごかったな、なんかいろいろ質問またしていいですか、はい、ありがとうございます、ちょっとこれはねすごすぎる、やばいこれやばい、ちょっとこんな近い距離であの演奏やばいです、いや、なんかあのやば、小指も弾いてましたよね、はい、指笛の音も太鼓の音も全部ハイパーから、そうなんですよ、皆さんね、これね、はい、あのもうちゃんとツイキャスとか見てる人とかは、はい、僕たちなんかも見たら分かるんですけど、ラジオ聞いてる方々ね、はい、太鼓の音とか、ね、はい、指笛の音、はい、これ弾いてるんですよ、すごい
すごく一人でオーケストラでしたね、本当に本当にすごかったオーケストラですね。あ、だから僕いやだから見て見ながらやって分かったんですけど、ああいう感じでこの音を重ねていくんですね、うん、はい、これあのル、あ、先ほどエフェクトの話が出てましたけど、うん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 、そう、ループペダルというペダルがあって、それはペダルを踏んでから次に踏むまでの間を録音することができるんですよ。で、その録音したものの頭と尻尾がつながって、はい、くる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 回ります。で、その上に他のパートをいくつでも重ねることができるという仕掛けです。いや、すごすぎたいや、なんか真似できないですけど、でもやっぱ惹かれますね。あ、なんだ今の、なんだ今のみたいな。いや、このね、沖縄のトロピカルビーチの夕暮れによく合う本当素敵でしたそうですよ、このスタジオはね、実はトロピカルビーチの売店の横からね放送しているんですけども、はい、そうです、思わずですね、はい、この演奏を、ね、聞きに売店の店員さんがですね覗きに来るといういやいやいや、どうしてんの、それはそれぐらいのね、本当にすごいね、興味深い演奏でしたね。いやー、すごい、いや、なんかマグママ言ってすいません、ありがとうございます。本当にありがとうございます、こんなところを弾いていただきまして。すごい、いや、でも皆さんこれで一気に、はい、もう興味湧いたでしょ、絶対に、絶対湧きましたよねえ、行った方がいいですね、行ってみましょうよ、ぜひお越しください、ねえ、はい、今週の土曜日でございます、はい、5月19日土曜日、琉球バイオリンとバイパーの出会いというイベントでございます。こちらの内容といたしましては、はい、どのような感じの構成になってるんですかね、うん、琉球バイオリンというのは、まあ、私が作ったジャンルなんですけれども、この沖縄の民族バイオリン音楽です、はい、ただ単にバイオリンで奏でる沖縄のメロディーではなく、うん、沖縄らしさを追求したバイオリン音楽で、まあ、本気で100年後に残したいと考えてまして、うんうん、海外の方にものすごく、ね、ご好評いただいてるんですよ。いや、そうでしょうね、うん、でこれが沖縄の音だよ、うんうん、まあ、三線ももちろん好きなんですが、はい、それでなくても沖縄の音はこんだけの力があるんだよっていうのをぜひいろんな方に聞いて、それから弾いていただきたいなと思ってる音楽です。これをですね、はい、この半分ぐらいで、他半分はこのバイパーバイオリンでできること、はい、いろんなジャンルを海外の曲も取り入れて弾きます。で、場所がですね、はい、那覇市東町にあります、うん、ユイレールの朝日橋駅から、まあ、50メートルぐらいですかね、もうちょっと離れてるかな、はい、そこにありますカメラの森山、うん、ここの2階にあの素敵なホールがありまして、そこで昼と夜2公演させていただきます、はい、それぞれ1部2部2部構成ですね、はい、で昼の部が14時から、はい、夜の部が19時から、うん、まあまあソロと、はい、それからスペシャルゲストを呼びまして、ちょっとね、いや、もう今のだけでも十分、本当にお一人の演奏でも豪華だと思うのに、さらにゲストの方とかね、登場されてやるということで、はい、スペシャルコラボということで、すごいですね、はいはい、でこちら、チケットご予約で、料金が3000円、当日受付3500円ということなんですけども、うん、こちらの、チケットの取り扱いどちらで購入させていただいたらいいですかね、予約のカメラの森山にご連絡いただけると確実です。で、うん、